エンドリッチ君、途中出場するや否や相手選手から意地悪されてしまう。これがファールにならない謎のリーグ。このクソ野郎をやっつけ、その顔に小便をかけるのがエンドリックの仕事だ。スター選手と平凡な選手の違い。エンドリックが自覚するのはいいことだ。スペインではもっと悪くなるだろう。5年後、エンドリックが世界一になった時、この選手は子供たちにこの DVD を見せて、自分がエンドリック現象を記録したというでしょう。サッカーをやっている人なら誰でも知っていることだが、それはよくあることで間違ってはいるが、よくあることだ。いいやつはいつもすぐに殴られる。ネイマールだったら、今頃ピッチを転げ回っているだろう。巨人であることの代償。この男にできることは、この瞬間彼の完全性が終わったということだ。普通のことだ。最近の子供たちは世界中で知られている。人は何にでも大騒ぎするし、どんな偉大な選手でもからかわれる。彼はそれになれなければならない。ヨーロッパではもっとひどいことになるだろう。なぜなら彼は出場するための技術を持っておらず、出場するために17歳の少年にこのようなことをする必要があるからだ。だから彼は自分の住む世界の果てに戻り、このクソチームでプレイし続けるのだ。彼にはそれ以上の価値がある。だから一人はレアル・マドリードに行き、もう一人は数ヶ月後も田舎でプレイするんだ。